どうもくにです本日はね8月の21日金曜日2020年なんですけれども、えー、ランドマークホール横浜ですね山崎めいちゃんの15歳バースデーイベントという形ねえ山崎めいちゃんモーニング娘。2-0ですけれども最初のバースデーイベントということでその直前のこの溢れる気持ちを動画に押さめておこうというふうに思いましてお撮りしております。 まあ今日今までにやってきた通常のバージョンということとは全然違う動画なので、まあ、これ見ていて、えー、ちょっと国を何言うのかなって興味ある方は見ておいてもらいたいのとあとまあ,あのそういうことだったらいいよって方は今離脱していただいてもあの別にショックではない感じで <laughs> ここはお届けしたいと思っておりますさあさあ直前でございます山崎芽衣ちゃんね、まあ、厳密に言うとバースデ、ねえーね時間というのはずれてはいるんですけれども まあいつも僕バースデーイベントハロプロのメンバーがね、えー、ソロで歌ってくれるなんていうのを楽しみにして、えー、見に行くなんていうのはあるんですけれども今日山崎めいちゃんでもうこれ事前何の情報も入っていませんその中で楽しみにしてるポイントなんていうのをまとめて今夜この後ですねこの後は随分後なんですけども多分この動画見られてる方々は、ね、時差もあるし過ぎちゃってる場合もあると思うんですが。 えと10時から11時ぐらいの間ぐらいにスタートしようかななんて思っているのでその前にどのような感じで、えー、フィーリング気持ちがあるかなんてのをお届けしたいと思いますまずは1つ目、えー、選曲ですね楽しみにしているポイントというのはソロフェスで歌われたチャンスを歌うのか歌わないのか。 ここですね。なぜかというとチャンス非常にクオリティの高い仕上がりになっておりました私山崎めいちゃんがソロで歌っているバージョン数がそれほどないんですけれども歌を歌っている山崎めいちゃんではもうズバ抜けダントツハードルダダ上がりこれがあのチャンスの歌唱だったというふうに覚えておりますまあ皆さんの中でも記憶に新しいところだと思いますので現在の15歳の山崎めいちゃんというところの僕は代名詞になる曲になったんじゃないのかなと思いましてここ 注目ポイント1ですさあそして注目ポイント2まあこれ注目ポイント3あるのであのご一緒いただければと思いますけど。 注目ポイント 2, いきます2は山崎芽衣ちゃん、まあ、バースデーイベントのくくりって大きく言いますと歌で展開していく歌中心ライブ中心ですねというようなパターン一つそして、えっと、トークとかも交えて名物コーナーができるようなねまあ宮崎ゆかちゃん元ジュースジュースなんていうのは非常にこの詐欺まがいの <laughs> トークの中で、えー、なんとかゲームの中で自分が有利に立つ、まあ、知恵のねとんちのあるというかそういうゲーム展開をして啓太さん とととのの絡みなななんんてのはとててていいも楽しかかっったんじゃ思この宮崎ゆかちゃんなんてのは僕う特別動画も撮っておりますし山崎めいちゃんも過去にバースデーとソロフェスで撮っていますのでそちらも拝見していただけたら嬉しいかななんていうご案内も入れながら進めていきますね。でこういった形で2つ目のところというのはどのような展開で、えー、パンダさんパワーマックスめいちゃんワールドマックスもうねいろんな言い方あります。 パワーというのがどこに今日はシフトどこにチューニングされてるかっていうのを見たいな楽しみだななんて思っているポイントがありまして、まあ、そこ2つ目というところで注目点だぞというふうに思っておりますもちろんこれは見て思ったこと考えたことなんていうのを後うどの生配信の方でお届けします8月21日の10時から12時ぐらいの間のどこかでスタートというふうになると思いますでこれが2つ目ですねで3つ目のポイント3つ目のポイント非常に重要ですもうここに全てが集約されております 山崎めいちゃんという女の子の15歳の日常の素顔というところになりますね。でこれなぜ日常の素顔国を随分前からハロメンは歌詞歌手だろう物語だろうダンスだろうというふうに言っていたなぜあなたは山崎めいちゃんだけそんなことを言うんだ日常なのだこれは答え簡単です。 もう少しでも山崎芽衣ちゃんモーニング娘。2-0何、えー、て言うんですかね通りがか,かってしまった見てしまった「うんうん母んどうやら様子がおかしいぞ」「わかりますなってるはずです」そういう風な彼女の状況になったのっていうのいきなり突然できたわけじゃないんですよ昨日今日のパンダさんではございません もう本人パンダさん、すらパンダさんと自覚しないで生きていると思うんですよが。しかし、パンダさんパワーマックス、ね、いつ頃言い出したのかなって振り返ってみても、まあ、最初から言ってるような気がするし、途中からそういう言い分になったような気もするし、どっちでもいいしとかいろいろあるんです。ですけれども、この世界観ということですよね。これが舞台上だけでやれるわけがないんです。やっぱり日々の 愛鍛錬、様々でしょうね。日々の中で積み重ね積み上げがあり日常の中で、えー、女の子像というところをね15歳だからどうししてても女の子像変化してきますよね。私多分1112歳ぐらいからコンスタントに見てきてるんですけど変化してるはずなんですよ。ですけどもこのパンダさんいやこのメイちゃん。<laughs> この変化というポイントがそれほど気づかれない忍び足というんですか気づかれないまま15歳を迎え今もなおこの日常ブログなんて読んでみるといいでしょうね日常 多少文章のの作り方ととか伝えたいいことなんていうの写真とかも含めてですけれどもお姉さん化しつつ当然ありますでこのお姉さん化しつつするあるところというのは、まあ、全メンバーですよねモーニング娘。に限らずハローのメンバーまあ一般の方もみんなそうでしょうそういうような日常というのは当然見えるんですしかしこれパンダさんどうですこれ日常の中見えてるんですけどもお姉さんになっているのかその本人が言っている今日の パンダさんパワー MAX これが明日もさらに膨れ上がるで、膨れ上がると考えるのは通常だと思うんです私の中ではこのオルタナなパンダさんパワーをなんかコレクションしていてニヤニヤしてる感じなんですよ でニヤニヤしてる感じもこれは計算でよよくありますよね技術とかレベルとか上げるためにちょっと今足りないものを計算で走り込んでみて足腰鍛えてみるであったりとか、まあ、ちょっと肩今うまく回らないから下半身で投げるためにはもう少しこの膝肘肘膝の使い方関節ですかそういうとこを柔軟にしていこうとかまあまあ目標様々あると思うんですよ。でそういうような形でうんんというようなこういうね何だ後付けというんですかね そういうよういいよよななことをやらないんですよパンダさんどうしてるかといったらもう自然に太陽があれば太陽を浴び、ね、あの暗いところだったら暗いところでも淡々と白と黒をこう追い続けでご自身の中にあるパンダさんというのを、まあ可愛いか可愛くないかもうある程度のところから先っていうのはあんまり僕わかんないんですね。パンダさんであるかどうかはわかるんですけどでその本人の中で可愛いい壺のパンダさんを蓄積してるんですよ。 ということはどういうことかというと普段の女の子像の山崎芽衣ちゃんというのこれ通常ですと15歳ぐらいだとどうしてもそちらも積み上げてしまい女の子が女性になるそんな瞬間というのを楽しむなんていうのが15歳前後ですかね通常だとそういうやり方になると思いますもう思い出してください「ほまたん」ね「岡村ホマレちゃん」だんだんなんか少女が女性になってるような感じありますよね。 でえー、と北川梨央ちゃんはなんか大人のもうお姉さんから大人の女性になるというようなのがなんとなく17歳の今でもわかるようなそんな感じがあると思います一方パンダさんです一方パンダさんこの二人と比べるのがナンセンスなことがよくわかると思います、えー、もちろん女性で女の子の可愛さ持ってますよ持ってますよでもこの企画に当てることの虚なしさと見誤り度半端ないですよね 見誤るんですよなので彼女の日常というところをしっかりフォーカスしてもう一挙手一投足言葉の節し々しまで、ねえっと、これはあどこにんこいつのこのニュアンスは本来通常語いわゆる標準語なんて言いますけど通常語標準語なんていうところの聞き方で聞いてるともうそ,そのヒアリング取れた段階で間違えたなってことになるんです。重要なのは 関西弁とか北海道ななまりそこででもないんですね彼女が培ってきたたまたま今世をしのぐ仮のパンダさんなわけですから言語として、えー、日本語に聞こえるようなことを言ってると思うんですけど多分その裏節々に意味合いが隠されてると思ってます。ですので本日は通常のバースデーイベントとかの感想というのではなくて生態系っていうんですかね この生態系がどのような形に依存しどういった形で推移していて、えー、先々どういうような形で我々の日常生活に影響があるか、ね、生態系の変化というのはそういう道を選ぶことになってしまいますので変化がなければそれでよしで変化の兆し予兆がありましたらそこら辺をまあ皆さんと一緒に <laughs> 危機感を煽ることはしませんけれどもまあ皆さんと一緒に警告しながら。 このパンダさん,、うん、どうも向かってる方向、俺らの、何ん,んですかね、居住区に近いよ、みたいな感じで、お話ししていけたらなんて思っております。ねこの3つ目、非常に重要でした。生態系のチェックなんていうところ、ねこれは、あの、パンダさんの魅力に気づいたあなた、ねこの動画をこの時間まで見てるあなたは、もう、ある程度、こっち側ですからね、ね生態系気になると思ってますんで。 その辺のお話今夜の生配信なんかでご一緒できたら嬉しいななんてそんなことも思っておりますではもう時間も時間ですので私ランドマークホールの方に旅立っていきたいと思っております今夜ぜひ生配信くにおチャンネルですねチャンネル登録なんてのお願いしながらどのタイミングに始まるか分かりませんのでできれば通知なんてのオンにしていただきご一緒いただけたら面白い楽しい素敵なマックスが訪れるんじゃないかなと思っておりますじゃあ以上パンダ大好きくにおでした また会いましょうよろしくね